それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と今回はですね、オープンストリートマップに絡めた形でちょっと機能をご紹介したいと思うんですが、とオープンストリートマップ、えのきさんはまあご存知ですよね。はい、はい、そうですね。みんなで自由に使える地図を作ろうというふうな趣旨の、まあ、活動なわけなんですけども、で、まあ、そうです。はいはい。だから、まあ、要は、ウィキペディアみたいにみんなで作ろうっていうやつの地図版みたいな感じですよね。そうですね。で、今、画面の方に福島県が映ってると思うんですが、はい、これが、まあ、結構詳細にできてる地図なわけなんですが、実はこれがですね、どこかから買ってきたというわけではなくて、みんなで、これを書き上げた地図ですというものなんですね、はい、で最近この今映ってる郡山というところが、出来上がったばかりという感じなんですが、うんうん、で、今言った通りみんなで作ってる地図だというところがあって、でそうすると例えばですね今ここに映ってる範囲だけを見てもいろんな人が作ってますよと、うんうん、そうするとどんな人がどのぐらいこう地図の作成に携わってくれているのかななんていうところがですね、結構話題になってきたりもするわけなんですね。はい、なるほど、はい、で今回はですね、その、貢献した人たちの集計をですね、リブレオフィスの機能を使って、ちょっと行ってみようというものになりますと、うん、で具体的な手順なんですけども、でまず一つはこちらのサイトからですね、データのダウンロードを行います。はい、でこれはどうやってダウンロードですか？そうですね、例えばこの範囲をダウンロードしたいという場合にエクスポートというメニューがありまして、でこんな感じで、この範囲のデータをダウンロードできると、画像としてダウンロードもできるんですが、この元になっているですね、はい、大元のデータそのもの、生データをダウンロードすることもできるようになっているんですね、うんうん、で今回はその生データの方をダウンロードしていきます。結構重たい感じなんですかね。ちょっと範囲広いかもしれないですけどね。ああ、なるほど。範囲が広いとたくさんのデータが来るって。そうです。あ、今ダウンロード始まりましたけど、どのぐらいかな。41メガですね。41、割とありますね、はい。やっぱりありますね。これリブレオフィスで開いて大丈夫なんですかね。まあ大丈夫でしょう、きっと。はい。確証はないですが。はい。で、今、ここにですね、ダウンロードしたデータが出来上がってるんですが、うん、一応、拡張子をですね、XML に直しておきます。はい。で？で、こちらですね、元のデータになっているので、画像とかではなくて、こんな感じのですね、XML と呼ばれる種類のテキストデータになってます、うんうん、ここまでで50万行ほどのデータになってますね、はいはい、果たして開けるんですかねまあちょっとやってみましょう。で、ですね、これがその、まあただのテキストデータではなくて、このタグで構造化されたデータになってまして、でこの構造をですね、うまくその取り込めるかというところが一つのポイントになるわけですね。で、軽くの方に行きますが、こちらかな、データの XML ソースというメニューがあります。でここでダウンロードの中の先ほどのデータ
ザーを開くと、うん、そうするとですね、このデータが持ってる中の、ツリー状に表現できる構造がこのように出てくるわけですね。で見てみると、例えばこの辺りはこの緯度経度と思われるタグが見えてくるんですけども、でもうちょっと下がるとノードと呼ばれる点のデータの中にユーザーという、うん、項目が見えますと。で今回はこのノードのデータですね、でこれはある程度選んで取り込むという手順になりますんで、今回このノードのデータを取り込んでみます。はい。で、ここを選択したら次に取り込み先のセルを指定をして、でこれでインポートですね。あ、結構早く。あ、そうです。何行ぐらいいったんですかね。19万行ぐらいですね。あ、結構早い。早いっすよね。ボリュームあるのに。特に抜けてるわけでもなく。そうですね。はい。で、まあ、見てみると、ノードのデータが持ってる ID、個別の ID と、で、ここに緯度経度の座標ですね。うん、で、この更新した時間。うん、そして、見ていくと、あとはここにですね、ユーザー ID が出てくるわけですね。なるほど。なるほど。XML のデータをそのまま表形式にして取り込んだって感じですね。そんな感じですね。で、今回は、そうですね、まあ、年ごとのユーザーごとの集計という感じで、出してみますかね、うん、じゃあちょっとここに年でイコール な感じで とりあえず年だけ取り出してみます。うん。ああ、タイムスタンプの方から年だけ見て。そうですね、これ関数を一応説明すると、この列の1文字目から4文字分を取り出しますよという関数ですね。ですので、これで年だけが取り出せた状態になってます。でここで次に、挿入のピボットテーブルですね。でおそらく全体が自動選択されてますので、このまま OK と。とそうすると設定画面が出てきまして、でどうしようかな、年ごとのどっちがいいかな。ユーザーの方が数多くないですか。ユーザーを下方向にしますか。横方向に年が並んで、縦方向にユーザーが、うん、あ、いや、これやめましょう。ユーザーはユーザーごとの、あ、総数か、まあ、こうですね。これでいいのかな。これを出すとどうなるんだ。まあ一回やってみますか。これで OK と。そうすると年ごとのユーザーごとのデータの数と。うん。で、まあそうすると、あるユーザーが更新したデータというのが何件ぐらいあるかというのが、数字として出てくるわけですね。なるほど。何件あるかなんですね、これ。そうですね。うん、で、まあ、例えば、一番先頭の7から 7DHD さんでいうと、2012年に3件分のデータの更新を行ってますよと。うんうん。で、この辺の、
あ、なんかどっかで見たような名前ですけどもこの辺は、15万件ぐらいの更新を行っていて、15万件はやってるんですか、はい、なかなかやってるみたいですね。で、2014年ぐらいからぼちぼちと始めて、で2017、2018で、ここに来て2020年ぐらいからこう集中的に更新してると。なんか桁が全然違うんです。そうですね、はい、大変でした、すごく。まあこういうのがすぐに分かりますよと。そうですね、はい。で、ここからグラフにもできるんですが、ちょっとユーザーが多いとうるさいグラフになってしまうので、もう一個、今度は単純に、年ごとのチェンジセットの総数、ドン、いいですね、うん、はい、はい、で、これで年ごとに行われた更新の件数というのが出てきてますと。で、そうするとここにさらに、挿入グラフで、こんな感じかな。あ、ちょっと違うな、うん、ちょっと違いましたね。ちょっと狙いと違う感じですね。これは、ね、どうするんだ。割り当てが多分違います。この段階だと大していじれないんでしたっけ。データ系列、3番のデータ系列でいじれないですか。これここだといじれないんですよね。なんでだろう。一回なんかちょっとピボットテーブルの場合、なんかピボットグラフってまた別だったのかな。ここでなんか選んで変えれませんかね。違うな。ピボットから組み替えますか。こいつをプロパティでこっち軸を変えちゃうと。あ、いい感じですね。はいはい。で、今見ていただいて気がついたと思うんですが、グラフも自動的に形状変わってますよね。うんうんうん。で、これがピボットグラフというやつで結構優れものなんですけども、ピボットテーブルをベースにしたグラフを作ってくれて、かつピボットグラフの設定を変えるとですね、例えばこの3つだけにしたいよみたいな設定を変えると、これがそのまま直で、ああ、なるほど、自動的に反映されてくれるんですね。はい、まあ、これ単純なグラフなんであれなんですけど、抽出条件なんかを詳しくここで設定するだけでですね、うん、それに応じたグラフを自動的に作ってくれるというですね、なかなか便利な。なるほど、はい。で、これで見ての通りなんですが、2008年ぐらいは何もほぼ更新がない状態からちびちびと始まってきて、2019年、2020年から一気にですね、更新が行われたというのが見て取れるかなと思います、うん、はい、はい、ということでですね、まあ、今回ご紹介しましたのはそのオープンストリートマップのデータですね、 XML 形式のデータを元にしてですね、これをシート上に取り込んで、で、かつピボットテーブルで集計をして、かつ自動連携する形のこのグラフを抽出すると
いうところまでをちょっと一連の流れとしてやってみました。はい、はい、どうでしょうか。そうです、かなり便利そうな感じですね。実践的に使えそうです。そうですね、あの XML を業務で使うケースってあまりないかもしれないんですが、意外と身の回りで、実は内部では使われていたりということも、まあ、あったりもしますので、まあ、こんな方法もあるよというところでですね。そうです、割と XML 見かけることはあるにはあるんですよね。はいはいはい、はい、まあ、ぜひですね、この XML の取り込みから、はい、あとはピボットグラフまでご活用いただければと思います。はい、はい、といったところで今回のテクテクリブレオフィスは XML の取り込みとピボットグラフのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。